皆さんこんにちは、小島春菜です。今回はフード Vlog、 誕生日たくさんお祝いしてもらったんですが、その時のリアルな食事を撮影してみました。最後までお楽しみください。こんばんは。なんと私あと数時間で誕生日を迎えます。これから早速ディナーなので、じゃあ行ってきます。ここはね、ジャヌ東京なんですけど、オープンしたばかりで、私も何度か来たんですが、めちゃめちゃ素敵ですよ。これを全部食べたらステーキ食べれなくなっちゃうけど、食べちゃうの何なんだろうね。美味しすぎる。こうやってさ、いっぱい食べちゃうんだよね、パンをね。大好きなシュリンプカクテルとキャビア、嬉しい、最高。大好きなキャビアパンケーキです。キャビアをこぼれるくらいたっぷりのせます。キラキラ。東京タワーもさ、シャンパンフラッシュみたいになるようになったの？キランキラン。誕生日ケーキいただきました。かわいい、お花入ってるよ。こうやって仲間が増えて、ついに30代後半戦になりました。パワーがみなぎりまくってるので、まだまだ長く頑張ろうと思います。引き続きよろしくお願いします。私はですね、はい、ついに、はい、彼女が小島さんの誕生日をお祝いするために立ち上がりました。何？めっちゃ可愛くなってる。ドリンク。ハッピーバースデーって書いてくれてる。はい、打ち合わせしてやっとお昼ご飯です。今日はシラス丼です。最近ね、マイブームなの、急いで食べれるからいただきます。いつも通りの味です。アパレルのメーカーさんよりケーキいただきました。誕生日っぽい。今日一番誕生日っぽくない？
ッセージ、これ怖い。そんなに電話を見るのも俺の中で文化じゃなかった。レアチーズケーキ。ハッピーバースデー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 。イエーイ。イエーイ。おめでとう。おめでとう。はい。どうぞ。はい、消してください。ありがとうございます。はい、私も頑張ります。はい、おめでとう。はい、おめでとう。端っこを切ってしょ、切ります。綺麗、なんか全部、わあ、かわいい、にゃんさん。あれ、1日目が無事終わり、今からみんなでご飯です。お疲れ様です。お疲れ様です。こちらが野菜の細切りとレンズ豆のおかみでございます。木綿豆腐、木綿豆腐初めて見たお豆腐、トブスターです。今日はみんなでいただきます。かわいい、かわいい、美味しすぎる。美味しすぎる。ありがとうございます。切れたかどうか、綺麗。はい。切れた。はい。はい、めっちゃいい景色。めっ
ちゃめちゃ素敵なお部屋だね。朝とかもなんか良さそうね。すごい開放感って素敵なお部屋。カラーが可愛いね。ブルーとオレンジの。めっちゃ好き。今日の朝食はいつもの、ラテとおかゆとカレーです。変色？おかゆめっちゃ美味しい。やばい、めっちゃ美味しい。新しいおかゆ。絶対そう。行ったことない。そうなんだ。どうですか、ルクアは。ちょっといい感じで皆さん香り試していただいて。明太チーズとかあった？ないじゃん、駅のやつとかに。じゃあいただきます。緊張してきた。どうしよう。本当におめでとうございます。コングラチュレーション、アセレブレーション、ニャンニャンさん誕生日おめでとう。コングラチュレーション、アセレブレーション、ニャンニャン誕生日おめでとう、おめでとう。コングラチュレーション、アジュビレーション、ニャンニャン誕生日おめでとう。どうでした？こっちまで全員緊張してた。カメラも多分震えてた。私のバースデーウィーク最後の締めにふさわしい会をありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。